私は九州大学の芸術工学研究院というところに所属をしていますが、芸術工学というのを私どもの大学ではデザインというふうに訳しています。それはデザインは芸術的な側面と、それから工学的な側面と、それから科学の側面と、そういう3つの分野を持っていなければいけないという、そういう方針に基づくものです。そこのところが他のデザインの大学とは少し違うところだと思いますが、工学的な知識があって、さらに科学の視点を持っていて、さらにデザインもできるという、そういうふうな、デザインの考え方で、学生を育てています。デザインつまり造形ができるということだけではなくて、他の分野の人たちと連携をして社会的な大きな動きのある一つの動向を作り出していくっていうふうな、そういう部分もデザインの一つの役割だろうっていうふうに考えているわけです。今までやってきていることで大きなことは、福岡市の地下鉄のデザインということですが、これはデザインはいつもは、これまでは表面だけのデザインをしていればいいというふうな、そういうことでやられてきていましたけれども、私が関わったのは路線決定をした完成する10年以上前から関わり始めて、つまり全体をどういうふうにしていったらいいのかっていうところから考えていく。だからデザインの考え方が全然変わりました。それは世界で最先端のユニバーサルデザインの地下鉄を実現しようというふうに考えていますが、それは今までの地下鉄が利用者にとって優しくないっていうふうに常日頃から考えていたということで、私がやるときにはそれを一つずつ解決していこうというふうに考えたものです。そのプロジェクトにはたくさんの専門家が参加をしています。それらの専門家の最もいい知見を、考え方を全て集めて作り上げていくっていう、そういう私が考えているデザインは、自分自身が個人がデザインをしていくということだけではなくて、みんなで力を合わせてデザインをしていくっていうところで、それをコーディネートしていくっていうところにも私のデザインの特徴があります。あとはユニバーシアード福岡大会1995年にやりましたが、162カ国が参加した大きな大会なんですが、それのトータルデザインをやっています。学生のオリンピックというのはとっても大事な意味があって、他の国々の学生たちというのは将来のそれぞれの国の指導者になる人たちですので、その指導者になる人たちに日本のデザインの素晴らしさ、それから日本の環境の素晴らしさを伝えようというふうに考えました。一番大事なことは平和ということですが、日本は今平和ボケっていう言葉もありますが、平和を謳歌している、あんまり考えていないっていうふうな、そういう問題があるかもしれませんけれども、平和は素晴らしいことだ、その平和の良さを皆さんに知っていただこうということを考えました。最近は大学移転のプロジェクトをしていたり、そこの周辺の街づくりをしています。私は都市景観を作っていくという、そういうことに今24年ほど関わっていますが、それによってだんだん街が変わっていって、街が魅力的になっていくという、そういう指導体制を作り上げています。その最初にやったことが、国際的なサインを整備するということで、そのサインの中には4カ国語を表記していて、その中の一つに韓国語も含まれています。そういうふうな、そうですね、言ってみればウェブデザインから都市景観までという、ものすごく幅広いデザインのことをやってきていますが、私の中ではそれは一貫していて、使う人との関係をデザインしていくという、そういうことを常に意識してやってきています。
から一般的にデザインは分野によって分けられますが、例えばグラフィックデザインであるとか、それからインダストリアルデザインであるとか、環境デザインであるとか、そういうふうに分けられますが、このそういうふうに分けることによって、社会が成り立っているのではなくて、私たちが必要とすることによってデザインは分けていくべきだろうし、みんなが力を合わせていくべきだろうというふうに考えています。最後に、韓国との関わりということですが、韓国との関わりはもうそうですね、20年以上になりますね。その来るたびに、韓国が発展して、それから魅力的な場所も増えていっていると思います。それから韓国と日本は野球やサッカーを通じてもライバル、そういう関係も、ものすごくいい影響を与えているんじゃないかと思います。私はアジアでリーダーシップを取っていかなければいけない、日本と韓国という、そういう国が力を合わせて、アジアのデザインの考え方をアピールしていくということが大事だと思います。私はドイツの大学で勉強したこともありますが、そういう経験を通して、やはり日本や韓国の考え方の違いがあるだろうというふうなことに気がついていて、その違いが何なのかということと、どういうふうに誘導していったらいいのかということを考えていかなければいけないということを自分に課題として課しています。最近の韓国のパブリックデザインの動向というのは素晴らしいものがありまして、急ぎすぎているという批判もあるかもしれませんけれども、生活のボトムアップをしている大きな原動力の一つになっている、それは疑いのないこと。ゆっくり考えたらもっとこうなったらいいかなっていうところはあるんですけれども、それはやってみて気がついて、さらにまた直していくという、そういうプロセスが大事なんで、それを最初からやらないっていうこととはまた意味が違ってきます。デザインは生活にとっても産業にとっても極めて大事なもので、我々の生活の中でも中身だけで、機能だけで買っているというものは今ほとんどないと思います。すべて自分の好みに合うかどうか、それから友達とコミュニケーションがそれによってできるかどうか、さまざまな価値を判断して、そのものを買っているわけですけど、デザインがだから表面だけというのはちょっと違うんで、中身もすべて含めてデザインだという考え方をしていかなければいけない。産業が発展して、国が豊かになって、それから生活も豊かになるということが、私たちの目標なんです。それから最後にもう一つ、最近の国際化について、申し上げたいと思いますが、日本もそれから韓国も、国際化について著しい発展を遂げています。若い世代はもうそういう国の境目が薄れてきてボーダレスの時代になってくると思います。そういう時代にどういう考え方で国をリードしていくのか、それから我々の責務として世界をリードしていくのか、それからアジアをどうしていったらいいのか、そういうことを大きな視点で考えていかなければいけないと思います。私はデザインという分野を一つの切り口にして、そういうグローバルな関係、それから利用者あるいは市民と、それから物とが好ましい関係を築いていくという、そういうふうな関係をイメージしています。それはもう1970年代から公害問題なんかで技術が先行しすぎて人のことはあまり考えなくなったという、そういう批判が、かなり前にありましたが、そういうことも背景になっていますが、技術はそれだけでは方向が出てこないし、それからその技術者は大きな目で、その技術の方向を定めることは難しいだろうというふうに思います。そこにあるのはやはり一つの哲学であって、こういう世の中になってほしいなという夢を実現していくということが我々に課せられた使命だと。